はい、めっちゃ久しぶりのニャンコ大戦争実況です。すいません。決してニャンコ飽きたとか、つまらなくなったとかじゃないんです。先日までね、ダンカブサービス終了前のラストスパートでアプリのプレイがほぼダンカブになってしまっていたのに加え、ニャンコのガチャ運が長期間遅延のまますぎて、ちょっと実況から遠ざかっておりましたが、ニャンコ大戦争、2022年でめでたく、いやーこれはマジですごいことですよ。10周年だー、すごい、こんだけ続くのがまずかみってことでね、またこっから力入れてニャンコ再開していければと、ニャンコ解説系の動画とかも作っていければなと。今日はね、10周年イベント関連をいろいろチェックしていく動画だわ。まさかの特別報酬で最強のレジェンドチケットもらえちゃうぜ。しゃ、それじゃあまずはおなじみのニャンコスロットで猫缶いただいちゃいましょう。最初は絶対に揃うんだけども、2回目はこれまで絶対外れて壊れていたが、もしかしたら記念すべき10周年、2回目も揃っちゃうかもなんてほんのり期待していましたが、通常運転でございました。でも、猫感染以上ももらえて大満足です。ありがとう運営様。それじゃあね、猫感も増えたところで10周年最初に来たこの限定ガチャ、挑戦抜祭、なんかめっちゃ豪華なガチャに見えますけども、お目当ては伊豆がいるだけで、他は全部所持済みだし、しかも超激レアの排出率も 5% と、通常のまんまなのでね。おそらくこの後、一番豪華な確率も高い超極猫祭とかも来ると予想して、本日はレアチケット8枚と猫缶割引単発&割引10連。合計19連だけで控えめにガチャガチャして、この後に来た豪華ガチャで一気に、100連と買いこうかなと思っているのですが、ここで伊豆確保できたらマジででかいぞ。にゃんこ様お願いします。久々お帰りボーナス紙引きくだせー。で、あっという間に8枚のレアチケット終了からの割引単発。まあ本命はここ、猫缶10連だし。確定の稲妻、なしからの。激レアすらでねえ、怒涛のレア祭りからの。激レア、やっと出たけども。はい、19連大爆死さよなら。でもまだあるもん。日本編クリアしてたらもらえるプラチナチケット。持っていない限定キャラ3体、黒ガルディアンに伊豆に黒伊豆の排出。ここで引けばいいじゃねえの。一発大逆転、なるか。あ、お目当てではないけども地味に嬉しい初ゲットの。エマさん、まあいっか。それじゃあガチャ本番はね、またガチャ更新来たらってことで。記念ステージとともに、にゃんこ大戦争10年の歴史を振り返っていきたいと思います。すごいよな、2012年のリリースから今も続いているって。ちなみに主チャンネルは2016年始動、現在6周年目を迎えておりますよ。こんなに続けていられるのも、本当に見てくれる皆様のおかげ。まず10年目指して頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。さあ、途中割愛して一気に2022年ステージクリアからの。さすがに最後は、ちょっと強かったぜ。でも問題なくゴリ押しフィニッシュ。これでここまでの歩み、一気に可能に。知らなかった。レアガチャリリース直後からあったわけじゃなかったのね。敵の種類も少しずつ増えていったんだな。そして2014年、そんなに早く出ていたのね、アメリカ版&韓国版にゃんこ。そのおかげもあってか、全世界で1000万ダウンロード、さすがっす。そしてこのタイミングで未来変化。台湾版も追加。ちなみに主がにゃんこ始めたきっかけ、最初は企業案件動画だったのよね。ピコ太郎コラボを紹介してほしいってことで、受けさせていただいたんだけども。普通に面白すぎてハマって、そっから普段も実況するように。ちょうど主が始めた頃ぐらいに、超猫祭も来てたんすな。宇宙編実装のワクワクは今でも覚えている。そしてにゃんこクラブに、スイッチの二人にゃんこ、いやーこの辺でまたいろいろ盛り上がりましたな。公式 YouTube チャンネルも登場して、お菓子とかもいろいろ発売。最後に実写映像でちょこっと紹介しますが、主、にゃんこウェハースのカードほぼコンプ。実況はちょっと止まってましたが、現在進行形でにゃんこグッズ。
増え続けている立派な独身成人男性よ。いやー、正直子供の頃より今の方が、おもちゃとか色々買ってるよね。うん。2020年あたりで全世界ダウンロード5000万とか半端ねえ数字を達成からの。現在は8000万に届きそうで勢いが止まらねえにゃんこ。なんかこれ見てたら、不思議と伊豆を引ける気がしてきたので追加10連。行っちゃうぜ見てくれ彼氏を。さあ、ガチャあるある引くつもりなかったけど、もういいや行っちゃえ。吉と出るか凶と出るか。はい、激レアはいいからね。今日まだ超激レアすら来てないからね。もちろんプラチナチケットは除いてよ。で、おっと、ほぼ30連バッチが見えてきたぞ。さあラスト奇跡を。もちろんね。それなりにってかめっちゃ課金してきたからこそなんだけど、黒ガルディアンまでの限定キャラと伝説レアの引きは結構良かったのにさ。マジで1年以上前に黒ガルディアン登場からの新限定キャラゲットできなくてやばい。まあさ、そりゃそうってか、どんどんコンプは難しくなっていくのよね。にゃんこ大戦争の限定キャラだって見てよ、ガオなんて5体引いてるのよ。プラスの数字足す1が引いた数よ。っていうのもさ、普通ってか一般的なアプリだと新限定キャラ登場時はピックアップされてさ、排出率ちょっと上がるじゃん。でもにゃんこはそれがゼロ。ただでさえ出にくい限定キャラ、そこの壁を乗り越えて出ても、今度はかぶりって大きな壁が立ちはだかり、新限定キャラ増えるたびにコンプが難しくなるしよう。我々も黒ガルディアン、イズ、黒イズ狙って何度限定キャラかぶりの壁に引っかかったか。黒ガルターニャも4体も引いている。そして、ガルディアン以降の更新がもうずっとないよ。辛いよ、そろそろ欲しいよ。ってことでね、ガチャ更新で良いの来たら、さすがにもう限定未所持の3体のうち、なんとしてでも1体は確保したすぎる、主にゃんこの現状でございまーす。マジで頼むぜ。もう黒ガルディアン以降いくら課金しているのよ、もう。それじゃあまたガチャ更新来たらにゃんこ動画出す予定なのでお楽しみに。最後、実写で主のにゃんこグッズコレクション映像でお別れだ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。